僕がレゴスピードチャンピオンの中でこれは絶対にかっこいいと思ったのが、このレゴスピードチャンピオンのフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2 とジャガーアイペースの E トロフィーです。色合い的にこのシアンとブラックがめちゃくちゃかっこいいんですよ。今年発売されたレゴスピードチャンピオンついに3台揃いました。皆さんこんにちは、重症レゴブリダーヒルギーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴスピードチャンピオンフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2& ジャガーアイペース E トロフィーです。はい、今回は僕がレゴスピードチャンピオンの中で作りたかったものを作ります。いや、僕これがほんと作りたかった。もうめちゃくちゃかっこいいです。スピードチャンピオンの動画はいつもだったら友達の解説付き動画を入れるんですけど、今回は自分で選んで買ったので、今回は自分で調べてレビューしようと思います。はい、箱はこのようになってます。いやー、もうかっこいいな。さっきも言ったんですけど、僕がレゴスピードチャンピオンの中でこれは絶対にかっこいいと思ったのが、このレゴスピードチャンピオンのフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2 とジャガーアイペースの E トロフィーです。僕はそんな車あんま詳しくないんですけど、もう見た目でもう完全に選んじゃいました。これがフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2 です。いやー、もうかっこいい。僕は今までレゴスピードチャンピオン作った中でフォーミュラ型は初めて作ります。そしてこれがジャガーアイペース E トロフィーです。ここにフォーミュラ E のロゴがあって、上にはジャガーのロゴがあります。いやー、かっこよすぎる。はい、箱の裏はこのようになってます。今回のレゴスピードチャンピオンにはこれがつきます。ライト付きのスタートラインです。車のゲームとかでてってってって車とかであるてっ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 ていう信号みたいなやつ、あれがつきます。これが実物の写真になってます。やっぱ実物もかっこいいな。はい、では開けましょう。もう自分の中で一番かっこいいレゴスピードチャンピオンなんで、開けるのめっちゃ楽しみなんですよね。前レゴスピードチャンピオンのフェラーリ作った時、もう箱開けていきなりシールがぐしゃぐしゃにもなってたので、もうそれじゃないことを祈ります。あ、大丈夫。お、大丈夫だ。やった。あ、シールは、あ、俺曲がってない。よかった。よっしゃ。では出します。あ、結構入ってますね。まあ、それは2台分入ってるから、それはでかいっすよね。はい、中には、パーツの入った袋が5つ。車のベースパーツが1つ。説明書が2冊と、シールのシートが2枚です。今回、シールのシート、もうすごい状態がいいんですけど、ご覧ください。この、シールの量。やばっ。ちょっと待って、今まで作ったレゴスピードチャンピオンの中でめちゃくちゃシールありますね。これ作るのいいんですけど、シール貼るのめちゃくちゃ大変になりそうです。説明書の1番でフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2 が作れて、2番の説明書でジャガーアイペース E トロフィーとライト付きのスタートラインが作れます。ではまずは僕がずっとかっこいいと思っているフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2 を組み立てます。GN2 は1番と2番の袋とこちらのシールのシートを使います。では袋からパーツを取り出します。
じゃあ残りのパーツでジャガーアイペース E トロフィーとライト付きのスタートライン、こちらを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。もうこれシールまだ貼ってないんですけど、この時点でめちゃくちゃかっこいいです。はい、では今からこちらのシールを貼ります。もうこれはまさにシール地獄なので丁寧に貼ります。ではいきます、せーので、完成。フォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GEN2& ジャガーアイペース E トロフィーです。うわー、かっこいい。シール貼ったらめちゃくちゃかっこよくなりました。いやー、これはいいなあ。ちなみに組み立てなんですけど、 GEN2 が35分ぐらいで作れて、 iPace の E トロフィーは30分で作れました。シール貼りに関しては量は多かったんですけど、割と貼りやすかったです。ではまずはこの2体のミニフィグから見ていきましょう。今回のこのセットにはミニフィグが2体付いてます。アクセサリーパーツとしてヘッドパーツが2つとスパナがあります。ではまずは GEN2 のドライバーを見ましょう。全体はこのようになってます。毎度言ってるんですけど、レゴスピードチャンピオンのミニフィグってめっちゃいいですよね。ここにパナソニックとジャガーって書いてあります。かっこいい。後ろにはフォーミュラ E と書かれてます。このミニフィグはリバーシブルフェイスはありません。先ほどのヘッドパーツと乾燥することが
ていきます。はい、ヘッドパーツをつけるとこんな感じです。じゃ次はアイペース E トロフィーのドライバーを見ましょう。全体はこのようになってます。アイペース E トロフィーは女性パイロットになってます。この肩のここがあのジャガーのマークになってるんですよ。これはすごい細かい。後ろにはジャガーアイペース E トロフィーって書いてあります。こちらのミニフィグのヘッドも先ほどのヘッドパーツに交換することができます。はい、ヘッドパーツを交換するとこんな感じです。あ、どっちから見ようかな。じゃあ僕がもうずっとかっこいいと思ってたこちらから見ましょう。はい、こちらがフォーミュラ E タイプパナソニックジャガーレーシングの GN2 です。色合い的にこのシアンとブラックがめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、全体はこのようになってます。この GN2 は F1 マシンです。で、このフォーミュラ E なんですけど、後に紹介するアイペース E トロフィーと、この GN2 はなんと電気自動車です。F1 マシンで電気自動車って、もうこれ以外なかったと思います。はい、では、近くで見ましょう。まずは正面はこのようになってます。フロントウィングにジャガーって書いてあるのかっこいいな。そしてこのノーズコーンのシールなんですけど、パナソニックやその他の企業のロゴが入ってます。フロントタイヤはフェンダーがありますね。見えづらいんですけど、この中にある黒いパーツがフロントサスペンションになってます。あ、これはすごい細かくできてますね。側面はこのようになってます。側面にもジャガーとパナソニック、そしてあのタイヤのなんかキャラクターですね、名前忘れました。背面はこのようになってます。背面のリアウィングは多分これですね。いや、もうこれはいちいちかっこいいな。リアウィング周りにジャガーのマークがあります。では先ほどのミニフィグを乗せます。乗せ方は簡単です。ここを上まで持ってきて、ミニフィグをこの状態にして座らせます。このパーツを上げます。あ、ちょっと当たっちゃった。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。そしてこのまま転がし走行で遊ぶことができます。そしてこの GN2 はこのホイールパーツを変えることができます。ホイールパーツの変え方はいつもと一緒です。ここのパーツを外して、付属のスパナパーツを押し込むことによってホイールが外れます。今回付属するホイールパーツは全部で4つあります。僕がこの中でかっこいいと思うホイールパーツはこれかな。これが僕個人的に結構かっこいいと思ってます。ではホイールパーツをこちらに変えます。せーので、はい、ホイールパーツを変えてみました。やっぱホイールパーツ変えることでめちゃくちゃ印象違いますね。こちらのジャガーアイフェイス E トロフィーを見ましょう。まあ見た感じ日産 GTR ニスモとまあほぼほぼ一緒の形をしてますね。ちなみにこれは世界初の市販車ベースの電気自動車になってます。はい、全体はこのようになってます。では近くで見ましょう。バンパーの作りが今まで作ったレゴスピードチャンピオンと違って結構特殊ですね。ライトのパーツなんですけど、僕てっきりクリアパーツかと思ってたんですけど、灰色のパーツになってますね。そしてグリルのとこにジャガーの顔があります。側面のこのジャガーがかっこいい。はい、ルーフ周りはこのようになってます。ちなみにこの2つのプレートパーツはプリントパーツになっていて、それ以外は全てシールとなってます。はい、後ろはこのようになってます。ウイングにジャガーって書いてあるのやっぱいいな。ではミニフィグを乗せていきます。乗せ方は前にレビューした日産 GTR ニスモと同じやり方です。まずここのボンネット外して、運転席はこのようになってます。運転席の造形なんですけど、日産 GTR ニスモともう全然違いますね。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。そしてこれもこのまま転がし走行で遊べますし、そしてここのタイヤのホイールを変えることができます。はい、次はこちらのライト付きのスタートライン、これを見ましょう。はい、全体はこのようになってます。このスタートラインの作りは結構簡単になってます。このスタートラインのギミック、これがすごいんです。ここにまあ取っ手があるので、これを引くと、これはレゴスピードチャンピオンのおまけとしては僕結構好きかも。はい、 GN2 とアイペース E トロフィーを並べるとこんな感じです。いやー、これはすごいよくできてる。ここからこれを引っ張ればができるんですよ。いや、これはすごい雰囲気が出ます。
はい、ではいろいろと比較しましょう。まずこの2台を正面から見るとこんな感じです。まあ見る感じ幅はほぼ一緒ですね。横に並べるとこんな感じです。全長は GA-2 が長いです。裏面はこのようになってます。まあ大きさでほぼ一緒なのはこちらですね、日産 GTR ニスモ。すっごい似合う今年発売されたレゴスピードチャンピオン、ついに3台揃いました。 GA-2 が後ろの方に行っちゃったんですけど、横から見るとこんな感じです。横の長さはアイペース、Eトロフィーとほぼ一緒です。背面はこのようになってます。やっぱ GTR ニスモの後ろのエンジン周りの作り込み半端ないですね。なんかそれを思えば GA-2 のエンジン周りってなんかちょっとさっぱりしてますね。で次は前のモデルのスピードチャンピオンのシボレーカマロと並べるとこんな感じです。そもそもこのシボレーカマロ ZL1 とこの2体とはもう明らかに大きさが違いますね。マクラーレンセナと並べるとこんな感じです。これは色合い的に合うか合わないかっていうと、うん、どっちだろう合うのかなでは最後にこちらフェラーリのコンペテツィオーネと並べるとこんな感じです。色合い的にフェラーリコンペテツィオーネの方がめちゃくちゃ目立ちますね。はい、僕が持ってるレゴスピードチャンピオンを全部並べるとこんな感じです。本当は後ろの GA-2 とアイペース、イトロフィーと GTR ニスモ前面の方に行きたかったんですけど、前の3台が隠れちゃうのでまあ、このようになりました。まあ、僕は車に関してはそんなに知らないんですけど、やっぱかっこいいですねこれ。ちなみに GA-2 とアイペースの E トロフィーのあのスペックとかについて話そうかなって思ってたんですけど、ちょっとスペックに関してはちょっと僕本当に何も分かんなくて、もうすごいスランプしちゃったので、今回はまあ簡単な説明になっちゃったんですけど、まあこんな感じで今後レゴスピードチャンピオンをレビューしようかなって思います。はい、レゴスピードチャンピオンフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GN2& ジャガーアイペース E トロフィーはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンフォーミュラ E パナソニックジャガーレーシング GN2 とジャガーアイペース E トロフィーを作ってみました。僕がこれは本当にかっこいいと思ったレゴスピードチャンピオン作れて本当に良かったです。とまあいつもだったら友達の解説入れてるんですけど、今回はまあさすがにちょっと友達ばっかり頼るのもちょっとあれなので、まあ今回自分でまあなんとか調べてまあレビューしてみました。あのどうですか、細かいところとかいっぱいあったんですけど、まあそれを入れちゃうとまあ動画長くなっちゃうのと、あとはこれ本当の車好きじゃないとわからないこともあるので、まあ今回は簡単にまとめてみました。ちなみにこのジャガーなんですけど、定価確かいくらだったっけな、8000円ぐらいだったんですけど、 Amazon で4000円で買いました。でこのスピードチャンピオンの2個セットでもう1個あるんですけど、確かランボルギーニとあの緑色の車あるんですけど、あれはもうどこにも手に入らないですね。あれもちょっと欲しくなりました動画でも言ったんですけど、僕の家にはこちらのフェラーリ F8 トリビュートがございます。こちらの動画もまた近日中にアップロードします。年末ぐらいに新しいレゴスピードチャンピオン出ると思うんですけど、その際は僕はホンダの NSX あれ出してほしいです。僕個人的に好きな日本車ホンダの NSX なので、あれはぜひ作りたいです。今回のレゴスピードチャンピオンは本当に素晴らしかったです。以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ